今年夏、韓国ウォンがついに基軸通貨として呼ばれるようになるとか言って、韓国さんがワクワクしているようです。記事とネットの反応を見てみましょう。 IMF、本年中に SDR バスケットを検討、調整予定。韓国経済の地位が高く、 IMF の目的、輸出規模条件に合う。国際通貨基金 IMF の特別引き出し券 SDR バスケットを構成する通貨はドル、ユーロ、円、ポンド、人民元の5つだ。国家間の貿易や資本取引において一般的に通用するため、広い意味での基軸通貨と呼ばれる。人民元が編入されたのは2015年11月だ。 IMF 理事会はおおむね5年ごとに SDR バスケットの通貨構成および各通貨の編入割合を検討して調整する。当初は2021年に行われる予定だった理事会はコロナ禍を受け2022年半ばに延期されている。韓国の全国経済人連合会全経連は13日 IMF の SDR についての分析資料でウォンがバスケットに編入されうる5つの根拠を挙げ、今年の IMF 理事会において積極的に推進することを韓国政府に提案した。全経連は韓国はグローバル経済大国であり貿易先進国であるということを第一の根拠として挙げた。2020年現在の国内総生産 GDP は1兆6000億ドルで世界10位、貿易額は9803億ドルで9位で信用格付け。今年1月 S&P は AA で欧州連合 EU 英国と同じであり、日本や中国 A+ より高い。第2に、韓国が世界で初めて援助される国からする国、2009年に OECD 開発援助委員会加盟へと飛躍したこと。韓国の発展は IMF の設立目的とも合致すると全経連は強調した。 IMF は持続可能な経済成長、貧困の削減、国際貿易の活性化を設立目的としている。第3に、IMF が提示した SDR 編入要件のうちの一つである輸出条件世界5位を満たすということ。韓国の輸出額は過去5年間2016から2020年の平均が5438億ドルで、通貨発行主体としてはユーロゾーン、中国、米国、日本に次いで5位。全経連はさらにウォンの国際取引における比重、韓国の輸出入におけるウォン決済が1992年の 0.1% から2020年には 4.9% へ増加するとともに、韓国政府がウォンの国際化を積極的に推進しているということも根拠として提示した。全経連はウォンが SDR バスケットに編入された場合、長期短期的な経済効果は112兆8000億ウォン、約10兆9000億円で、実質 GDP 2021年の 5.3% に達すると分析した。内訳はシニョリッチ効果87兆8000億ウォン、約8兆4500億円、為替レートの不安定性の 38.5% 減少による輸出増15兆6000億ウォン、約1兆5000億円、国交債金利の 0.63% 下落により軽減される利子負担9兆4000億ウォン、約9050億円。シニョリッチ効果とは、国が貨幣発行によって得る利益で、貨幣の額面価値と製造コストの差額のこと。基軸通貨となった場合は、海外での流通のために追加発行することによる利益を意味する。全経連のチュ・グアンホ経済本部長は、IMF が提示している SDR バスケットへの編入条件と韓国の経済的地位を考慮すると、ウォンの資格は十分だ。政府は、ウォンの SDR 編入方策を検討する必要があると述べた。ブルームバーグは2015年に人民元がバスケットに編入される際、次の編入通貨候補の第1位にウォンを挙げている。2位はシンガポールドル、3位はカナダドルだった。現在の SDR バスケットの構成比率はドルが 41.73%、 ユーロが 30.93%、人民元が 10.92%、 円が 8.33%、
ポンドが 8.09%。 SDR は基軸通貨に対する交換権であり、 IMF 加盟国の対外純利資産として用いられる。新たなバスケットの構成は本年半ばに見直され、8月1日に発行する予定となっている。それでは日本の反応です。まず、ある通貨が基軸通貨として機能するためには、通貨価値の安定、高度に発達した為替市場と金融資本市場の存在、対外取引規制がないことなどが必要と考えられる。全経連が挙げているという根拠は、情報のいいところ取りをしているだけで、韓国ウォンが長期の条件をクリアしているとは言い難い。全経連の根拠だけで基軸通貨になるのなら、韓国ウォンよりはカナダドルやオーストラリアドルの方がまだ可能性がある。経済破綻しそうで、また IMF のお世話になるかもしれない国の通貨が基軸通貨になるかもとは、寝言もいい加減にしてね。まず間違いなく日本との比較から来るのだろうね。日本に追いついて追い越したと確信しているからね。当然だが、日本統治時代では円が流通していて、ウォンは円の現地読み発音だ。別問題として、ウォンの呼称を変えねばならんね。だから韓国建国時には円とウォンは等価値だった。諸外国は円とウォンの違いに気づかず混同していたところもあった。その後、ウォンは円に対して約10分の1の価値となって現在に至る。ウォン経済圏がどのくらいあるのかね。韓国の国家予算は東京都とほぼ同じ。東京都が半札ならぬ都札を発行して、それが国際間の決済通貨になり得ると思っている感覚は、ただただすごいと思う。ならば、もはや、LC を都銀に引き受け依頼する必要はないし、ましてや、スワップは不要ですね。基軸通貨国には完全に不要だし、失礼というものだ。難しいことはわからないが、経済規模というよりも、国家の信用の問題ではないかな。通貨なんていうものは国家が発行しているわけだし、発行元が信用できなければそれを基準にすることはできないだろう。特に本人だけが大丈夫と言っても、世間がそれを認めていなければどうしようもないし、ウォンがこれだけ焦っているのは、決済通貨としてドルとしか交換できないからですよ。一旦ドル経由しないといけない。見た目の話ではなく実態の話。特に国際決済通貨でない貨幣との互換性が全くないので、本当にドルを経由しないといけない。1対1での互換性のある決済通貨、抗議の基軸通貨になりたいのはどこも一緒。ということで、また韓国さんが自分に都合のいいところだけを見て変な妄想を膨らませているようですね。韓国さんって一個人がこういう妄想をしてホルホルするのではなく、専門家や大学教授などの一応の著名人がこんな妄想をして発表しちゃうから勘違いをする韓国さんが出てくるっていうのもあるんでしょうね。8月がどうのこうのとか言っていますが、韓国さん、3月に韓国が破綻する可能性があるみたいな話があるようですが、大丈夫ですか？ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。